お前たちが見つけた素材はどちらも良質なものだ。仕上がりにも期待してもらっていいだろう。こりゃ俺も本気を出さなくちゃならんな。よっ、どうだい、そっちの収穫は。こっちはちょっとした問題があってな。実はスーリンのやつ、戦機革新を見たことないらしいんだよ。だから調査も振り出しに戻っちまった。まだしばらく時間がかかりそうだ。戦機革新の生産なら俺に任せておけ。お前さんたちは他のことをしててもらって構わない。大丈夫、そう時間はかからん。ではこちらは翔さんにお任せいたします。私たちは戦火呪符の準備をしましょう。しかし仙人に関するものとなると、どこを探せばいいのでしょうか。我が用意しよう。神格が？ああ、長年我は仙人たちの修行を受けてきた。呪符の作り方も多少心得がある。初めて会った時に言ったはずだ。我は競い合うためではなく、軍玉閣のために来たのだと。もとよりここへは戦火呪符のために来ている。行幸殿が軍玉閣を再建するという噂を師匠が耳にし、呪符のことを我に頼んだのだ。それと同時に師匠は、これを機に人間社会へと戻れとも我に言った。だが我は俗世から離れすぎていたゆえ、いささか常識というものを忘れてしまっている。果たしてこのまま人間社会に残ることが正しいのか我にはわからぬ。だが主らと出会えたことは実に行幸であった。呪符については我に任せてほしい。ふん、事情をよく知らない私じゃそれが正しいかどうか判断しにくいが、それでもこうやって知り合えたのも何かの縁だ。もし辛いことや苦しいことがあったら私の船に飲みに来るといい。ああ、感謝する。翔、少し場所を借りても良いだろうか。今から呪符を作ろう。ああ構わない。それに俺も見てみたいしな、仙人の法術がどんなものなのかを。よし、呪符は完成した。師匠が作るものと比べたらまだまだだが、出来に関しては悪くないだろう。こっちも戦機革新が完成したぞ。よし、他の人に先を越されないよう早く私に行こうぜ。視界が開けたわね。行幸の秘書さん、素材を集めてきたぞ。あら、早かったですね。なるほど、3人で一緒に探していたのですか。では
素材を確認しましょう。仙気革新と仙果樹布、どちらも高品質で特に問題はないようです。これで今回の勝敗も決しましたね。ではここに宣言しましょう。軍玉閣再建における素材集めの功労者は旅人さん、雲錦さん、北斗さん、この3名です。なんだって、もう終わりなのか。まだ浮上の石すら見つけられてないのに。納得いかん。はあ、頑張りましたが今一歩及ばなかったようです。では皆さんには軍玉閣へと移動してもらいます。行幸様がそちらでお待ちです。あれ、北斗がいないけどどこ行ったんだ。さっきまでここにいたのに。北斗さんは用事があり少し遅れるとのことです。ではこちらに、私と一緒に来てください。じゃあオイラたちは先に軍玉閣に行こう。最後に軍玉閣に行ったのってもうかなり前のことだよな。仙果樹布と仙気革新を組み合わせて軍玉閣の制御盤へと取り付ける。これで軍玉閣の再建も無事終了ね。あとはつなぎ止めている縄を回収すれば空高く上昇するはずよ。みんなご苦労様。さて約束通り報酬を与えるわ。やったぜ。雲先生がここに来た理由についてはもうすでに聞いているわ。新しい劇にふさわしい舞台を探しているのよね。はい、行幸さんのご意見を伺いたいのです。雲先生が心を込めて準備してきた劇、きっと壮大な物語なのでしょう。なら初演はこの再建された軍玉閣で行うのはどうかしら。ここは天高く舞う楼閣、絶景を一望できるわ。風を感じながら民衆の反応を見ることができる。ここよりも適した舞台は他にないはずよ。行幸さん、ありがとうございます。では劇の道具が準備でき次第それを軍玉閣へと手配していただけますでしょうか。名演を楽しめるんだもの、これくらい遠慮しなくていいのよ。旅人さん、神格さん、そしてパイモンさん、私はお先に失礼します。ぜひとも劇を見に来てくださいね。あなたは質問したいことはあるかしら。念のため言っておくけれど、あなたの兄の行方は私にもわからないわ。これに関しては聞かないようにしてちょうだい。おお、さすが行幸、いつも先を読んでくるな。はい、じゃあオイラの質問に答えてくれ。商売はあなたたちが思っているほど単純なものじゃない。経済力、人脈、流れ、機を捉えるための嗅覚、必要なものは多岐にわたるわ。もしモラを稼ぐ方法を聞きたいのであれば約束通り答えましょう。でも今のあなたたちにはあまりおすすめできないのが正直なところね。おい、おいらまだ何も聞いてないのに。すべて顔に書いてあるんだもの、一目見ただけでわかるわ。もちろん軍玉閣の再建を手伝ってくれたのだし、それにはちゃんと答えるから安心してちょうだい。もしモラに困ったら私が雇ってあげる。報酬については最高水準のものを用意するわ。やったぞ。今度もしモラが必要になったら行幸のとこに行けばいいんだな。オイラたちが聞きたいことはもう聞いたぞ。神格は何を聞くんだ。
我もいいのか？もちろん。だってみんなで力を合わせて素材を集めたんだからな。感謝する。しかし我が聞きたいことは特に。そう、めったにない機会よ。無駄にするのはもったいないわ。もったいないことはしちゃダメだぞ。何か聞きたいことはないのか？行子殿、その我はリーユエコーに馴染めるだろうか？へえ、面白い質問ね。リーユエコーは寛容な場所よ。規則を守っていればあなたを拒むことはないわ。つまり大切なのはあなたがリーユエコーへの帰属意識を持てるかどうか。帰属意識？そう、ある場所を好きになったりそこに馴染もうとしたりするのには必ず理由があるの。その地で出会った人、経験したこと、もしくはリーユエの雰囲気が好きでその生活を気に入っているなんて理由もあるでしょう。とにかくリーユエ校に残って生活するのなら誰であろうと理由が必要よ。あなたもそれを早く見つけられるといいわね。承知した。よう、話し中か？野暮用で戦隊に戻っててな、少し遅れちまった。お、ちょうど北斗の番だぞ。北斗は何を聞くんだ？私か？ああ、私は特に聞きたいことはないな。今回は行幸のやつに無理やり手伝わされたんだよ。これに参加したのはついでだ。行幸、この前の約束忘れるなよ。あれはかなり厄介だ。私の戦隊だけじゃ対処しきれないかもしれない。心配ないわ。もう手は打ってある。傷薬の準備も万全だし、戦艦群も待機しているわ。ならいい。だが気をつけろよ。油断は禁物だ。北斗、行子？何の話をしてるんだ？軍力格が空高く昇った時、自然とわかるはずよ。でも決していいことではない。知らない方が幸せかもしれないわね。初めて軍玉閣を訪れた時、私は高台の端に立ち空からリーユエコーを眺めたわ。その時私はいつの日かこの軍玉閣の陰で七国を覆い尽くそうと考えた。今でも私の願いは変わらない。でも今回の軍玉閣の再建は私自身のためだけではないの。私が願うは、軍玉閣がこの先も永遠にリーユエコーの上空を飛び世の繁栄と平和を見守ること。みんなも一緒にそれを見届けてちょうだい。昇空儀式、これより開始するわ。現れたわね、渦の酔いバッセ。誰なんだそいつは？あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。教皇は最初から知ってたのか？太陽の変化に感が鋭い北斗は以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのも
バッセイが持つ軍玉核への憎しみを利用し海から誘い出すためよ。それなら仙人に力を借りに行こう。その必要はないわ。今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リウエコーの人々は自らの力で乗り越えなければならない。存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。他人のため力を使いたいと思った時、人間社会にも溶け込むことができるだろう。ヌシラ、なぜついてきた？神格一人を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろ。そう危険なことでもない。リーユエコーの人々はこのことをすでに想定していたのだろう。かの者はすでに手負いであった。あやつは執念で持ちこたえているだけに過ぎない。我も体力を消耗したが、かような命のやりとりは我の方が得意であろう。オイラたちも力になるぞ。兵器神速、粉々よ。よっ、
再生いるて。律令に従え。ふっ、わめきなさい。戻れ。止水の矢。粉々よ。魂よ。具現せよ。結霜せよ。結霜せよ。よっ。逃げたぞ。あと追うか。ここの地盤は堅固ではない。深追いは危険だ。ひとたび崩れ。少し力を使ってしまっただけだ。問題はない。我一人であやつを始末しようと思ったのだが、まさか主も追ってくるとは。だが心配はいらぬ。あれがこの地に来ることはもうない。あれほどの傷を負ったのだ。他の場所へ行っただろう。先ほど水の中で一体何が。すでに解決した。水中へ潜る前から傷を負っていたゆえ、我もあまり手を焼かずに済んだ。そう、無事で何よりだわ。いずれにせよ、私たちはこの危機を乗り切ることができた。後で軍玉閣へ来てくれるかしら。この礼はしっかりとさせてもらうわ。陽光様、船体からの報告によると、水の魔物は幸運閣一帯から去り、周辺海域は正常に戻ったようです。ご苦労様。洗顔群の状態は。陽光様が用意してくれた傷薬、それと国政様の指揮のおかげで、なんとか被害を最小限に抑えることができました。もちろん助けに来てくれたこの方にも感謝を。洗顔群を代表してあなたにお礼を申し上げます。我は。そうか、それは何よりだ。雲先生の劇を見たとき、神女へと送られる賞賛を素直に受け取れるようになるかもしれないな。だが我は英雄になろうとしたわけではなく、ただ主を守りたかっただけだ。ひとまず兵士たちは休憩を取りなさい。でも油断は禁物よ。あれが再び訪れる可能性もある。
警戒を怠らないようになさい。はっ。長いこと影から見ていたようですが、何か結論は出ましたか？わらわの意見を聞いておるのか？もし神格がいなければ、こたびの件はそう簡単にいかなかっただろう。それは否定しません。しかし、彼女がこの場にいなかったとしても、最終的な勝利はやはり私たちが手にしていたでしょう。無論戦いはより苛烈を極めていたとは思いますが、それにいざという時にはまた軍玉閣を落とせばいいだけの話です。人間が模倣し手を加えた奇襲機を見てきた。確かに新規な発想を多少使っておったな。失敗から学び、事前に計画を立てることで危機へと立ち向かう。前回から随分と進歩したようだ。今回は旧大点としておこう。これからも試練があまたと訪れるはずだ。わらわはずっと見ておるぞ。天柱への座にいる限り、リーユへの平和は私が守ります。神格よ、数年前お前がこっそりと山を下り、悲しみに満ちた顔で戻ってきたのをわらわは見ていた。今回このリーユエコを訪れ、心境に変化はあったか？ああ、変わった。しかしまだうまく言葉にできそうにない。だが、想像をしていたよりも良いひとときだった。ならば良い。旅人、神格のことは任せたぞ。ふむ、あれこれ話をしておったら神格の子供の頃を思い出したのだが。それは語らずとも良い。そうか。お前といい、あやつといい、まあ聞きたくないのであればよかろう。今回は見逃してやる。さて、わらわは帰るとしよう。二人とも、まずはゆっくりと休んで、落ち着いたらまた軍玉閣に来てちょうだい。軍玉閣の再建とリーユエが無事危機を乗り越えたこと、今回の宴はかつてないほど盛大なものになるわ。えい。戦艦軍の被害は予想していた範囲内に収まった。でも計画全体を振り返るとまだいくつか荒があるわね。もう少し時間に余裕があれば、ここにあらかじめ結界を張って波を防ぐこともできたでしょう。これらの教訓を生かし繰り返さないようにしないと。今回はあなたたちが手伝ってくれたおかげね。感謝するわ。軍玉閣で行幸の宴に参加するのってオイラ初めてだぞ。おいしそうな料理がいっぱいで目移りしちゃうな。ここに集まってくれた方々はこの行幸の大切な客人。協
今日は思う存分宴を楽しんでちょうだい。お酒が飲めない人は他にも飲み物があるから安心して。美酒は心を安らかにするけれど、それは何もお酒を飲むことに限った話じゃないわ。この群玉閣から見える美しい景色を眺めるだけで酔いしれることだってできるはずよ。聞いたか、今日雲先生の舞台を拝めるらしいぞ。ああ、実はそのために俺は来たんだよ。雲先生の劇は一つも見逃したことがないからな。今回神女壁館という演目をやるらしい。雲先生の父が執筆した劇とのことだ。あまりにも楽しみでここ2、3日よく眠れなくってな。あ、見て、雲先生が舞台に。这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位。茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。私の舞台はいかがでしたでしょうか。すっごくよかったぞ。機会があったらオイラにも演技の仕方を教えてくれ。見事であった。そして礼を言わせてくれ。いえ、あなたのおかげで神女壁館をより完璧なものに仕上げることができたのです。劇の幕は下りましたが、あなたの人生はこの先も続いていきます。将来きっとリー・ウェイ校に馴染むことができると私は思いますよ。ああ、感謝する。我も変わるためのきっかけを見つけられたようだ。雲先生、ここにいたのか。ん？そこの白い髪の姉ちゃん、ただものじゃないようだな。まるで仙人みたいだ。ん？まさか、お前があの神女なのか？
それにそっちは有名な旅人じゃないか。ああ、今日は本当に来た甲斐があったな。椅子をこっちに持ってきても、ほら、一緒に話そうぜ。残りの酒を目や鼻で飲みたくなければさっさと消え失せるといい。この感じ、初めて神格と会った時に戻ったみたいだな。何をする気だ。神格、落ち着けって。劇の世界に入らないとうまく歌えない。あなたたちと共に天光山へ行ったおかげで今日の演技により深みが増しました。今度また新しい劇が完成しましたら、今回のように役作りを手伝ってくれませんか。今にして思えば、師匠が呪符のことを我に頼んだおかげで主と出会えたのだな。今後もよろしく頼むぞ。今回軍玉閣の再建にあなたは大いに貢献してくれた。このことは心に留めておくわ。いずれこの恩を返させてちょうだい。